統制エンジニアリングオートメーショングループエンジニアリングチームの栗原です。よろしくお願いいたします。本日はですね、オートメーショングループの事業の簡単な紹介と、実際の商材の、ご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、オートメーショングループはですね、ワンストップソリューションと、題しまして、お客様のご要望のヒアリング、そしてお見積もり、ご提案、そして制作、そして、ご導入、そしてご導入の後のアフターフォロー、こちら一括で全て、オートメーショングループは、行うことができる体制が整っております。で、実際に、取り扱っております、商材は3つございまして、まず1つが実際に後ろにございます、ベーシックパッケージで、もう2つ目が、アドバンスドパッケージ、そして3つ目がフルカスタムドパッケージ、こちらの3つの、商材を取り揃えております。では実際にですね、後ろにございます、ベーシックパッケージのご紹介をさせていただきたいと思います。まずベーシックパッケージの、特徴としまして大きく4つございます。まず1つ目がですね、PLC を、使用しておらず、シンプルな、構成になっております。そして2つ目がですね、必要なユーティリティがですね、100V の、電源ケーブルと、あと LAN ケーブル1本で、接続が簡単に可能ですので、簡単なセットアップが、可能です。そして3つ目がですね、共同用ロボットを使用していますので、安全柵が不要になっております。そのため、安全柵がないので、小スペースを実現しております。そして4つ目がですね、品質の安定化というところで、ロボットを使用した、ハンドリングになっておりますので、人の設置ミスですとか、そういった誤差が、乗らないので、ワークの、精度の、実現に、貢献できると、思っております。